テレビさん、どこですか、大丈夫ファースト。さっき人数の人数これ持ち込まないからそれで誰かけたいと思う。で渡すんですか。ヘビさん、そっちは県側だから。私も渡すか。これ置いとく。いいですか。これ置いとく。ちょっと中入りきんないで。あ、どうも今日はありがとうございます。小松さん、臨海民族秘書課長の前須賀です。私は埼玉県平和運動センターの金子と申します。今日はですね、多くの人たちが12月22日の県議会の意見書採択に対して、まあ、抗議の、まあ、思いにですね、集まっています。代表してですね、その抗議文を私の方で読んで、提出をしたいと思います。よろしくお願いします。2018年1月10日、埼玉県議会議長小林哲也様、原子力発電所の再稼働を求める県議会の意見書採択に抗議する。埼玉県議会は12月22日規制基準に適合した原発の再稼働を求める意見書を賛成多数で採択した。私たち埼玉県民はこれに対して大きな怒りを持って抗議する。意見書ではエネルギー政策の基本は安全性を前提とした上で安定供給を第一とし、ついで経済効率性の向上と環境への適合であるとし、そのためには優れた安定供給性と効率性を有し、運転時に温室効果ガスの排出を伴わない原子力発電所の稼働が欠かせないとしている。しかし2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故原因が明らかにされていない上に、事故の収束が全く見通せない中で、このような意見書を採択することは、被災地を無視したあまりにも無責任なものである。そもそも福島原発事故以前も、日本の規制は世界でも最も厳しく、絶対安全と国も電力業界も言ってきたのではなかったか。だが、結果としてあのような大事故が起きたことを、意見書に賛成した議員たちはどのように考えているのか。また事故の責任を国、東電含めて誰も取ろうとしていない状況の中、国民の協力など得られるはずがない。しかし意見書では電源立地地域対策の趣旨に基づき、新たな産業雇用創出を含む立地自治体の実態に即した地域支援を進めることと、原発を既存の立地地域にそのまま押し付けておけばよいとの意図が明確に示されていることは無責任極まりないし、原発のない埼玉県がこのような内容の意見書を採択したことは断じて許すことができない。12月13日、広島高裁は四国電力伊方原発3号機をめぐり、広島県内の住民が運転差し止めの仮処分を求めた抗告審で、広島地裁の決定を覆し、来年9月30日までの運転を禁じる決定を下した。今回の判決では、阿蘇山が過去最大規模の噴火をした場合、火砕流の影響を受けないとは言えないと判断した。このように火山による原発への重大な影響が懸念される判決が出ているにもかかわらず、意見書は科学的知見を示すこともなく、原子力規制委員会により、世界で最も厳しい水準の規制基準に
適合すると認められた原子力発電所の再稼働を進めるよう強く要望すると述べている。世界で最も厳しい水準の規制との原発神話はすでに崩壊している。一体誰がそれを保証し証明するのか。福島では未だに5万5000人にも上る被災者が故郷に帰ることすらできずにいることを意見書に賛成した議員たちはどのように考えているのだろうか。被災者に寄り添うことなく自主避難者に対する住宅支援を打ち切るという国の政策はまさに欺瞞というほかない。私たちはこのことを絶対に許さない。また年間で最も電力使用量の多い夏の電力使用量は2010年の夏に比べ今年は 15% も減少し、原発なしでも余裕を持って夏が乗り切れることが明らかになっている。加えて原発の運転に伴って必然的に生ずる高レベル放射性廃棄物は10万年以上隔離する必要があるとされているが、その処分方法も処分地選定の見通しさえ立たない状況にある。今や原発依存をやめ再生可能エネルギーに舵を切ることが世界の潮流になっていることをもっと議員たちは真摯に受け止めるべきである。持続可能な社会のためにも全ての原発を廃炉にすることを私たちは強く求め、今回の意見書採択に強く抗議し撤回を求めるものである。埼玉県議会の原発再稼働を求める意見書採択に抗議する市民の会、昨日までに寄せられた抗議文への賛同者は3130名に上りました。そして賛同団体が141に上りました。いかに多くの人たちがこれに今回の意見書採択に反対をしているのか、そのことを怒りを持って私たちは伝えたいと思います。それで今日これをお持ちしました。よろしくお願いします。議長が伝えたことですから、はい、よろしくお願いします。撤回しろ撤回。福島県郡山市議会議員のヘビーシットと申します。先月12月28日にこちらでファックスをさせていただきましたものです。今日そちらと同じ文明陽性書を正式のお持ちしましたので読み上げさせていただきます。世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた原子力発電所の再稼働を求める意見書の撤回を求めることについて、2017年12月22日金曜日に県議会において世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた原子力発電所の再稼働を求める意見書が採択されたとの報道がありました。現地では早速議会に対して抗議行動等が行われています。2011年3月の東日本大震災、津波、東京電力福島原発事故の影響で福島県は甚大な被害を受けました。ふるさとを離れ健康を害し命を失った方は大勢おり、それらの辛苦を乗り越え厳しい状況の中互いに励まし助け合いながら暮らし続けて今日に至っております。そういった福島県民の生活状況に一切触れることなく原発の再稼働を求める意見書が採択されたことに対して私たちは恐怖を覚えます。意見書採択に賛同した方々に聞きたいです、問いたいです。本当に福島県に来て現地調査をしましたか。被災者の言葉をどれだけ聞きましたか。今も避難している方がどんな思いで暮らしているかご存知ですか。原発事故で人間の尊厳と人権を奪われた現実をどう思いますかと。原発事故の被害をつぶさに知ることもなく軽々と再稼働の判断をされては困ります。福一、4つの廃炉はいつ完了するのでしょう。汚染水はいつなくなるのでしょう。排気筒の腐食は止まっていますか。放射性廃棄物は住宅地の中にまだ埋められたままです。子どもたちの甲状腺がんは検査のたびに増えています。私たちは日々健康に気をつけ、なりわい、その他さまざまな気苦労を重ねながら6年9ヶ月間日本の政治の行方を注視してきました。県議会議員の方々はぜひ福島県に来てなぜ原発の再稼働に賛成をするのか県民に説明と質疑応答する場を設けてください。被害者の言葉を聞くことが政治家の
第一歩の務めではないでしょうか。そして原発なしで安心安全な暮らしの実現を目指してください。賛同署名を添えて以下要請いたします。要請事項1、2017年12月22日に議会で採択された世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた原子力発電所の再稼働を求める意見書は撤回してください。以上。撤回してください。第1次賛同2017年12月28日1時現在賛同団体純不動59団体、賛同者純不動209名、以上提出いたします。以上お伝えしますが、ご自己ください。受け止めるよ、そこと。なんと答えるんだ。それでは社民党埼玉県連合の副代表の池田正代です。社民党埼玉県連合からも、原発の再稼働を求める意見書の、可決に心の底から抗議をしたいと思います。案文は読み上げませんけれど原文は読み上げませんけれども、2011年の3月17日に上田知事が全国に先駆けていち早く避難民を受け入れて、その後も双葉町の人たちを旧騎西高校に受け入れて、そして今も3700人以上の人たちが埼玉に避難しています。この避難者のことをきちんと考える、それが県会議員の人たちにも問われる資質ではないかというふうに思っています。改めて埼玉県民の意に沿わない意見書だというふうに考えますので、再考をお願いいたします。どうぞ。これが抗議文でございます。申し訳ございません。よろしくお願いいたしますし本日埼玉県民で平日のため来れない方が何人かおりまして、要望書をいただきましたので一通だけ読み上げさせていただきます。埼玉県議会議長小林哲也様、要望書。埼玉県民となって5年目になります。震災直後から県内に住む友人知人たちは、福島からの避難者の皆様に寄り添い、集会を定期的に開催し、体験を話してもらったり、7年目を迎える今日でも交流を続け、二度とこのような悲劇を繰り返すことはないよう、原発のない日本を切望し活動しております。この度埼玉県議会が再稼働を推進する意見書を自民党と無所属県民会議の賛成多数で採択したことは、こうした県民の信頼を裏切るばかりでなく、県内に住む避難者の皆様を失望のどん底に突き落とす行為です。脱原発に舵を切った世界の電力事情にも逆行することになります。採決を取りやめていただきたいと思います。絶望します。2018年1月10日神田香織講談師代読美里の正崎でした。講談師です。漫才師じゃないです。ちょっと記事不在なものですから私はお渡りいたします。サインをしましたけど、今ちょっとワープロで来たのでください。マイクなかったんだっけ。ないです。あ、マイク。よろしいですか。欲しい人。マイクください。西区に住んでおります、堀口と申します。個人で今日参加させていただいたんですが、30年以上していただいたでは、抗議文を読ませていただきます。原子力発電所の再稼働を求める県議会の意見書採択に抗議します。この12月のこのこと、あ、先言ってもいいですね。12月22日埼玉県議会が原発の再稼働を求める意見書を賛成多数で採決したことを知り、驚くとともに強い怒りに震えました。その理由を以下に述べます。原発に安全はない。意見書ではエネルギー政策の基本は安全性を前提にしてと書かれています。でも
福島原発の事故で証明されたように原発は安全ではありません。もうすぐ7年目に入りますが、収束できない状態が続いています。国や東電は福島第一原発事故後真っ先に取り組むべきことは被災者の救援ではないでしょうか。それをなおざりにしています。新聞等の報道によりますと、10万人に1人と言われている甲状腺がんが多発し、子どもたちを苦しめています。甲状腺がんは一生この問題を飲み続けなければなりません。子どもたちは故郷に帰れず、病気や不安を抱えながら生きているのです。こうした状況の中で国民に理解と協力を求めるのは土台無理というものです。命と健康と財産を守れ。2012年9月16日に規制委員会は国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として発足いたしました。ですが実態は、原子力村で構成され、とても国民の命を守る立場とは思えません。地元住民をはじめ多くの反対の声を無視して再稼働を推進しています。規制委員会は最初から再稼働ありきです。事故の責任を取ろうとしない国や東電と同じ無責任体質で到底信頼に値しません。東海第二原発は動かすな。日本原燃は来年運転歴40年を迎える東海第二原発の運転延長20年を申請しています。茨城県東海村は東日本大震災で震度6弱の揺れがあり、同原発は緊急停止しました。最大 5.6 メートルの津波にも襲われました。震災後は一度も運転していません。このオンボロ原発をまた動かす理由は全くありません。柏崎刈羽原発は危険すぎます。規制委員会は東電経営陣が福島事故の収束をやり遂げ、柏崎刈羽を安全第一で運営すると約束し、経済産業大臣が適切に監督指導するとの回答を得て資格ありと判断しました。柏崎刈羽原発は2007年の中越沖地震と2011年の東日本大震災で損傷し、どんな欠陥があるのか誰にも分かりません。敷地内に活断層があり、劣悪な地盤の上に建てられた原発の再稼働はあまりにも無謀です。原発はいらない。原発推進側は原発がないと電気が足りなくなると私たち国民負担の宣伝をしてきました。 3.11 事故の後、電気は十分に余っていることが分かりました。また家庭や企業の節電効果で東電管内は昨年の夏は原発ゼロで乗り切り、原発8基分減っています。全国的には26基分出力相当が減っております。世界の潮流は節電、再生可能エネルギーへと移行しています。原発イコール核は人の手で生み出しながら人の手に負えません。これは私たちの世代で終わることではありません。子どもの世代、孫の世代、さらに続く未来を考えると、目先の利益ではなく命を第一に考えるべきと強く思います。以上の点で私は原発再稼働に反対し続けます。そして今回の意見書採択をどうか撤回してください。以上、以上、ございませんが、私は終わりいたします。はい、よろしくお願いします。原発サビッチの新潟柏崎、はい、新潟から来ました。東京電力がこの埼玉の供給地になっているわけですが、新潟ではですね、県を挙げて今東京電力の体質や原発を検証しています。そういう中で、ね、何様のつもりで埼玉県がこんなことをやってきたんだ。そうだ本当にね、そうだよ。県民同士はそれは対立する必要はないと思ってる。そうです。県議会は何様のつもりで東京電力に原発を動かせって言えば柏崎しか実質ないんですよ。
そんな権限あるんですかと、何様ですかということをぜひ伝えてください。思い上がりも甚だしいということを通告したいと思います。これは県民の総意ですから。以上です。ありがとうございます。田村呼んだ方がいいのかな。そういう時にこの原発のない埼玉県でこういう県みたいでこういう時で出すということについては県民と共に大変なものを怒りを感じています。どうぞまだ遅くはありませんから一回するようにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。大熊町 の、 あの原発の壊れあ、ま、あの壊れた原発の2期町村の議員をやっています。小畑真澄と言います。一言だけ、今最終処分場が決まらないんですけど、もし原発に再稼働に賛成するんでしたら、ぜひ埼玉県で最終処分場を受け入れて、それもこの議会、この議会のその土地で最終処分場を受け入れていただきたいと、みんな大熊町の町民の人方々にお話を聞いたら、そんなに賛成だったら最終処分場を受け入れてくれと、埼玉で受け入れたらいいんじゃないのと、それが嫌だったら再稼働に賛成するんじゃないよと、みんな言われなくて今言われています。ぜひ県議会の方々、賛成した方々に、そんなに原発の再稼働賛成するんだったら、ぜひ原発の廃棄物の最終処分場受け入れていただきたいと思います。それを伝えてください。お願いします。責任だ。私は、元小越町長の田島紀美子と申します。そして脱原発首長会議のメンバーでもあります。 3.11 の時私は町長をしておりました。で本当にその町民の安全が守れるのかということを本当に心配いたしました。そして今安全だということは言われておりません。はっきりして原因もはっきり追及されておりません。そこで埼玉県民700万以上の命を預かる議員として県議会はなぜこのようなことを決めたのか。東海原発だって30キロ圏に100万人近くいます。その大きな事故が起こればこちらの埼玉県も全部被害になります。そのようなことをなぜ決めたのか、本当に責任を持って決められたのか、お一人お一人の議員さんが考えていただきたいと思います。私はこの意見書を撤回することを求めます。いいんだから説明してくださいよ。田村議員と菅議員呼んでください。いるんだから説明してくださいよ。男性議員呼んできた。男性議員いるじゃないですか。ランプついてんだから呼んでください。田村議員、菅議員いるじゃないですか。呼んでください。呼んでください。今日は県議会事務局、私初会長と話したんですが、今日は議長を不在でございます。皆様からお集めいたしました。この部署に説明しては私ので議長の方にお渡し。議長じゃなくて田村、田村と菅を呼べ。そこにいるんだからさ。ここでやるんじゃなくて、そこで受付してね、面会に行けば会えますので、ここで事務局を責めてもしょうがないと思うんで、こういう場に呼んできたんで説明しないんだから。行かれればいいと思うんですよ。いらっしゃるんだから。お前がつなげよ、会えるように。ここに呼んでこいよ。どうなんですか。菅高氏と田村拓司、今手配しろよ。他に議長宛てに意見を述べたり文書を持っていらっしゃる方がいらっしゃらないようでしたら、これで終わりたいと思うんですが、田村氏と菅氏を呼んでください。それはいやいやいや、あなたに関係ない。今回は議会事務局、私議長の議会事務局小課長という立場でございまして、議長が不在でございますので、私が議長が不在でございますので代わりということではありませんけれども、こちらの皆様からの要望書抗議文をお預かりいたしまして、私は間違いなく議長にお伝えさせていただきます。どうも今日は申し訳ございませんでした。ということで議面サロンの方に行って、これに反対した議員の方たちと懇談をして、
要するにどういう事情でこれがこういうふうな意見書が出たのかということを伺いたいと思いますので、そちらに移りたいと思います。よろしくお願いします。子供たちの未来を壊すなよ。安心安全守れよ。口だけじゃないか。今回 の、 埼玉県議会の原発再稼働を求める意見書採択に抗議する市民の会を、呼びかけた一人であります三好町の柴田さんです。よろしくお願いします。本日この意見書の抗議文を出すことになったいきさつについて、平和運動センターの金子さんの方から説明していただきます。私は埼玉県平和運動センターで副議長をしています金子と申します。よろしくお願いします。実は12月23日の東京新聞の朝刊を見てですね、非常に驚きました。こういうことが県議会で、議論されてですね、採択をされるということは、私たち県民からすると全く寝耳に水の話でした。で、とりわけですね、13日には伊方原発の差し止めが出ている、その最中にですね、このような、住民の安全を守るということで差し止めが出ているわけですけども、それが全く真逆のですねことが、それも原発の立地県でもない埼玉県が福島原発の事故の原因も明らかになっていない、収束の見通しというのは全く立っていない、そういう中で原発立地権の大変さ、困難さ、苦しさというものを全く考えないで、消費地である埼玉県議会が、消費地である埼玉県議会がリスクを全部被災地に押し付けて、または原発立地権にリスクを押し付けて、こういう意見書を採択することは許されないと思いました。で、私たちは現地福島にもですね、何度も出かけてですね、その大変な状況について学んできていますけれども、今の日本の状況の中でこのような意見書が全国に先駆けて可決されたということについては、大きな怒りを持ってこれは何としても撤回をしてもらわなければいけないというふうに思いまして、実はこの抗議文の原案は私が作成をいたしました。で、多くの方たちに呼びかけてですね、来たわけですけれども、そういう中で、今日見ていただければ分かりますけれども、昨日までの賛同者がですね、年末年始って非常にタイトな日程であったにもかかわらず3130人の方の賛同をいただきました。そしてまた141の団体からですね、賛同をいただきました。見ていただくと分かりますけれども、埼玉県内だけではなく全国各地、そして他の国からも抗議の声が上がっています。このことをぜひですね、県議会しっかりと受け止めてもらいたいということで、今日先ほど抗議文を提出いたしました。で、このような事態を黙ってられないということで、それは私たち埼玉県民だけではなくてですね、原発立地権の方々も今日見えています。その声をぜひ聞いてですね、報道の方たちにいます、その声をですね広く伝えていただきたいという思いがありまして、今日記者会見に臨んだという次第であります。ぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは今日は福島、新潟、茨城からお越しいただいてますので、まず福島県郡山市の藤石さんからお願いします。こんにちは、福島県郡山市議の藤石と申します。要請書のコピーの方を皆さんの方にお渡ししていたと思います。私がこのニュースを聞いたのは年末の12月25、6日でした。なんでどうしてっていうのが正直言って初めて思った感想です。で、28日は御用納めですから、なんかその前に何とかしたいっていうことで急遽要請書を作成し呼びかけましたところ、全国から第一次は 1日だけだったんですけれども、59団体209名の方が賛同してくださりました。で、以前として第二次署名の方も今日までなんですね、1月10日まで
1月10日24時までということで、今も集計中です。もうすでに第一とは別に60人近い団体、あと300名以上の人が賛同に加わってくださっています。まあ、これだけ多くの方が短期間にもかかわらず意見を寄せてくださったことの重みっていうものを、記者さんお一人お一人にですね、しっかりと受け止めることはもちろんのこと、やはりこれを県議会の中で採択してという意見、議員の方お一人お一人にですね、やはりなぜ採択したのかっていうことをきっちりとですね、福島県民に来て、やっぱり福島県民に本当に状況を把握していただいて、意見をぜひ聞く場を設けていただきたいなというふうに強く思っております。この再稼働っていうことは全くありえないことですね。依然として非常事態宣言っていうものは継続中でありますし、記者さんの中でどのぐらいの方が本当に浜通りの現地を見てくださっているのか、本当に直接お聞きしたいなという気持ちでいっぱいです。要請書の文章はかなり抑えた文面になっていますけれども、本当に、賛同してくださる方々は口々に呆れています。やっぱり福島のことって人事なんですねっていうことですね。もう私たちは見捨てられてもいいんだ。で、またその放射能被害についてもまだまだわからないことも多くありますし、あと専門家の意見もさまざまな意見がある中で、一番苦しんでいるのはやはり子どもたちだと思うし、それを支えていただいている家族の方だと思うんです。で、現に私の周りでもやはり健康を害している方、すでに命を失った方って大勢いらっしゃるんですね。それは病気であったり、あと自身の方ももちろんいます。そういう痛みをなかなか話したくても話せる場っていうのはないんですけれども、私は議員の立場で皆さんの意見を聞いてますから、やはり声なき声をぜひ記者の皆さんは汲み取っていただきたいなというふうに強く思います。よろしくお願いいたします。大熊町、大熊町議の小畑町、どうもお集めいただいてありがとうございます。私はこの2011年3月11日に震災で、そして壊れた原発の立地町村であります大熊町の町会議員をやっています。町議会議員をやっています。で、私の自宅は原発から約 7.2 キロ離れたところにあります。本当に皆さん最初は取るものも取られず、朝の6時にいきなりもうここからもう皆さんちょっと出ていきましょうと、皆さん他に移りましょうといきなり言われて、例えば看護師さんとかお医者さんはそのまま病院の白衣のまま何も持たずに聴診器だけを持って逃げたとか、あと子供さんがいる方は本当一人前のおむつだけを持って出たとか、本当に何も持たず、例えば高血圧の方が常に薬を飲まなければいけないのに薬も持たずに逃げられたとか、そして皆さん本当は1週間ぐらいで帰ってこれるんだろうと思って避難しました。しかしそれが今今年で7年目に入ります。その間本当に亡くなられた方々が、地震をされた方々もたくさんいて、いまだにそれもまた途絶えていません。私のうちは今本当に荒れ屋です。ぜひ本当にこれ人がいないと結局こうなってしまうんだなと、もうイノシシとか動物に文句は言えません。この動物たちも本当に被害を帯びながら、ある意味で牛なんかは飼われてた家畜なんかは皆さんもう殺傷処分をされて、本当に泣く泣く自分の家族と同じ動物が家畜や犬、ペットを殺されて、そして皆さん避難しています。それなのにこの意見書何でしょうか。埼玉県の再稼働を求める意見書読んでみますと、大体量的に 1,2,3,4,5,6 行しかありません。中身は本当に書いていませんね。福島の現状なんて全く書かれていません。ただ再稼働再稼働、安全だから規制庁が世界一安全だからと言われて、ただ再稼働を求めるよう強く要望しますなんていう、ただこれだけの言葉でいとも簡単に
よくも言われましたなと、本当に怒りです。私たち大熊の女性の方々とか何人かにお聞きしましたら、皆さん分かってなかった方もいらっしゃいましたが、分かった方もいて、何なんだあれは、ひどいじゃないか。だったら関東は原発から大熊から出た電気を使ったんじゃないか。だったら今最終処分場がないんだったら埼玉県で受け入れてくれればいいんだよと。埼玉県が原発の再稼働に賛成するんだったら、まずもって最終処分場を埼玉県で受けて、それから原発賛成とか何か言ったらいいべ。再稼働も賛成、再稼働賛成する前に最終処分場を自分たちで受け入れることが前提じゃないかと、皆さん本当に怒っております。今本当に今だって結局同じ福島県内で原発の周辺の方々は、あんた方お金もらってるからいいじゃないかとか、県外に行くとまたそれも言われ、本当に切ない大変な思いをしています。私たちは好きでお金もらってるんではありません。家をなくし、本当に帰ってみて、行ってみてください。家は荒れ放題、本当に本当だったらすぐ帰れればなんていうことなかったんですよ。家だって何だって、私の家は築180年以上経ってますが、全く何も壊れていませんでした。皿1枚落ちてませんでした。それが帰るな来るなと言われるそして今本当に放射線量は土の上をちょっとこう、大体土の上30センチぐらいで測りますと、私のとこは7.2 キロ離れてるんですが、山の脇で非常に線量が高く、前は一時期100マイクロ以上ありました。今は25マイクロぐらいあります。そこでここは初め皆さん帰れない宣言をしましたが、でもやはり皆さんを年を取られてきて、やっぱり家に帰りたいっていう気持ちがものすごく強いんですね。家に帰れなくてもせめて家をきれいにしてほしいと。しかしその意見も叶わずまま今に至って、本当に皆さん悲しい、本当に悲しい思いをしています。この思いを埼玉県議会の方々はぜひ知っていただきたいと思うので、私は先ほども言いましたが、ぜひ私たちの大熊町にいいところばかりじゃなくて、私たちの民家を訪ねてきてほしいと思います。また今ヒラメ養殖場とかありました。皆さん本当に一生懸命やってました。確かに原発の温泉水でやってましたが、そこには私の友達や多くの方々が働いていましたが、皆さんそこはもう津波でダメになり、そこで3人の方が亡くなり、そしてまたそこは本当に一歩も入れないところです。中間貯蔵施設もあり、線量の高いところがいっぱいあり、たくさんあり、町民の方々は、住民は本当に帰れない覚悟でいます。本当に皆さん、この記者の皆さんにぜひ知っていただきたく、今日は一緒に日比さんと共に来ましたが、ぜひ福島県内の状況、大熊ばかりではありません。私の実家は郡山にありますが、郡山も本当に全部が全部じゃありませんが、ホットスポット、いわゆる線量が高いところがたくさんあります。そこで皆さん本当に心の底ではこんなところにいたくないんだよね、でもここで生活しなければ生きていけないんだよねと思いをしながら生活をしています。この福島県民の気持ちをぜひ組んでいただきたいと思います。そして埼玉県議会の方々にぜひ私たちの状況を一度見に来てほしいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。では今日は原発立地の新潟と東海の方からも来ていただいてますので、でまず柏崎刈羽原発のある刈羽村からお越しいただきました竹本さんにお話しいただきたいと思います。どうもごめんなさい。私は東京電力の柏崎刈羽原発から 1.5 キロのところで生活しています。原発に反対だって言い出してから50年目です。この10年っていう言い方しますか、2007年7月新潟県中越沖地震がありまして、柏崎原発全部止まりました。あれは 3.11 の警告だったと今では思っています。東京電力なんて言ったかっていうとですね、原発の強さがあの地震で証明されたみたいな言い方しました。しかし
実際どうだったんでしょうか。その時ちゃんと反省していれば福島は防げたはずですが、最近もいろいろとその本なんかが出てきていますけれども、東京電力っていうのはですね、動かすために何でもやる、嘘をつく、こういう会社です。昨日、その前に、この間、新潟ではいろんなことがあってですね、去年一斉に選挙がありましたが、去年一昨年になりましたが、知事も参議院議員も反対派が勝ちました。そして今知事は、福島の検証をやるっていうことで精一杯やっているわけです。そういう新潟県の総意に対する埼玉県議会の、そのリアクションが今回の決議だろうと思います。まあそれのことの良し悪しはともかく、その消失であるこの関東の人がですね、原発を考える契機にはなったんだろうと。ぜひですね、原発がどんなものかっていうことを伝えてもらいたいと思います。そういうことと、新潟県がきちっとしているがためにですね、いろんな勢力が繰り返し繰り返しその巻き返しを図ってきている。今日実は資源エネルギー庁の長官が知事のところに行っています。でこういう動きの一つがですね、この決議なんだろうと思って見ていますが、決議の内容全く無知、さらけ出しです。最近の世界の電力需要だとか原子力をめぐる情勢だとか、そういうことが何にも知らない人が作ってるっていうことがあります。一つだけ言います。福島で事故の直後に避難が全然対応できなかったっていうことを今話もありましたが、世界最高の規制基準だというこの中に、原発規制の第5層っていうのが、安全なようにする、それからその完璧に作るとかいろいろあるんですが、最後はですね、でもそれが覆される、事故は起きる、落ちた時にどうやって避難するかっていうのが防災計画なんです。アメリカの原子力規制にはそういうことが組み込まれていて、避難計画ができないからって言って廃炉になった原発もあるわけです。ニューヨークの近くにあります。こういう中で日本の規制基準には第5層の基準というふうに言われているんですが、避難計画全く入っていないんです。これで世界最高ですか。そういう最高ですという県議会の無知無能さ、見事に表れていると思います。ともかくその消失であるこういう地域がですね、これを契機に関心を持つことにつながればということを思っています。まあ、さらし者になってですね、批判されるのはいいことだろうと、そういうふうに皮肉的に言っておきたいと思います。どうもありがとうございました。もう一方、東海村の方から相沢さんに来ていただきます。日本現代が動かしている東海大臣の方が東海村から来ました。県議会とか県議会議員というのは県民の生活の健康な生活、そういうものを本気になって考える立場のところだと思います。この意見書を見まして、どういう立場に立っているかっていうのを見ると、国家の立場に立っている、ここに住んでいるその県民の人たちの生死とか安寧とか、そういうことについて考えているのではなくて、国家の躍進というか、そういうことを中心に考えていく、そういう意見書だと思いました。つまり県議会が本来の役割を果たしていないというふうに思ったわけです。でちょうどこの意見書の出された12月20日がそれで、新聞に出たのが23日ですけど、東海電池の方で、茨城県の方では同じ日の新聞に、この原発所在地の地域という概念をどこまで広げるかということが議論されていて、つまり再稼働の問題、あるいは20年延長の問題、そういう問題について意見を言って、事前に了解する、
まあ、いわば同意権というふうに言われてますけど、同意権を持っているのは従来は東海村だけだったわけです。でしかしこの311福島の事故が起こってから、そんなことはおかしいという声が彷彿として起こりまして、そしてあの東海村周辺の原発周辺の、まあ、30キロ組まで行かないんですけど、20キロ圏内の首長さん方が、まあ、これはおかしいと、被害を受けるだけであると、これは問題である、同じ東海村と同じ権限を当然与えられるべきだという運動を起こしてきました。でそれを私たち市民もその通りだということで、首長さん方と一緒になって、ずっとこの間2011年以降続けてきたわけです。で最終局面に入ってきていて、そのいよいよ最後のこの協定の中身を論ずるという段階に来てまして、まあ、新聞記事の報道は同意見をその、まあ、6子孫と言ってるんですけど、東海村の周辺の母子、まあ、水戸であるとか北日向市であるとか北大田市であるとか、そういうあの周辺の母子にも同じような同意見が与えられる内容になっているということが記事として出ました。で、まあ、私のまあこれはちょっと甘いと、記事としては甘いというふうに思っていて、もう少し内容をきちんと区長さん方頑張らなくちゃいけないというふうに思ってるんですけど、そういうことに象徴的なように、その今現地この茨城の中ではそういう問題が問題になってるんですよ。この原発事故が起こったら本当に大変なことになる、その一番周辺のところのこの自治体の権限というものがちゃんと与えられなくちゃいけない、でそれをよこせと言っている。それに対して日本原電は簡単にはよこさないということで、ずっとこう対立してきた。それが今最終局面に入ってきた、こういうことなんですね。つまりそういうことが論じられている時にですよ、原発はいいんだと、再稼働すべきなんだというような意見書が出されるということ、これはあのとてもあのけしからんことだというふうに、あのこの東海村の現東海村というか茨城県の今の現状からしてもして、そういうことが、まあ、言えるというふうに、まあ、思って、今日はやっぱりこういう意見を皆さんに聞いてもらいたいというふうに思って、あの呼びかけに応じて、参加したわけです。で加えて言えば、あの知事選やあのこの夏東海村あの茨城県には知事選がありました。その知事選の出口調査だとか、あるいは知事選の前に取ったアンケート調査とかいうものにおいては、明らかに茨城県民はこの原発の東海第二原発の再稼働については批判的な意見が多い、6割が方がそういう意見だったということが出ているわけです。まあ、こういうあの微妙な段階であるわけでして、でそのことをそういうことをあの全然、まあ、調査しているのかどうか分かりませんが、東海第二原発が動けば 埼玉なんてすぐ近くでしょう。これは大変なあのことになることは明らかなわけで、しかもそうなっては大変と思って、あの県には一生懸命今頑張っているところなんですね。そういうことを十分調査もしないで、で先ほど言われたような非常にあの生半可な知識に基づいて推進を訴えている、この意見書に私たちはあのどうしても許すことはできないというふうに思いました、思います。そういうことであの私たちの意図するところをご理解いただければと思います。あの茨城県民としてそういうことであるということを訴えたいと思います。よろしくお願いします。それではじゃあ記者さんの方から質問があればお受けしたいと思います。山下さんの一手書なんですけれども、あのこれは、ね、この記録人とこの予定書というのを議会事務局にて、いわゆる議会事務局の職員の人に出した、あの宛先は議長ですけれども、そういう形で議長が不在ということで、議会事務局の方に提出をいたしました。
もどうぞ。2つは違うものになるんです。はい。2つの団体は今日出したのは、恵比寿さんが出したのと、私たちが作ったのと、それ他にも出てます。何種類か出ています。それぞれの立場で、書かれたものが提供されます。で、一番、全国の方から賛同いただいたのは、この今日出したの、閉じ込みになってますけど、これです。これを一番最初に出して、その後、各団体が、個人が提出をいたしました。今ここにあるのは、その2種類しかありませんけども、他にも出てますので。今日一斉に出してそうです。どれぐらいの数5種類ぐらいなんか高校で述べた方が何人か要請書の方12月28日からですよ。これはどうですか？クラブさんの方にも年末にファックスさせていただいたんですけど、12月28日にファックスしたものです。それを持参したのは今日だって。年末に大臣にファックスを送ったのを今日持参しました。そうです、そうです。はい。はい、共同通信ですが、この12月28日のは、12月28日っていう日付のまま、今日これ、そうです、はい、はい、今日正式にお持ちしたっていうことですね。今日5種類ってことですけれども、一応、全部コーディーの内容とは思うんですが、主体といいますか、そういうふうに言うと、一つ、この白いのが、埼玉県議会の原発再稼働を求める意見書採択に抗議する市民の会というのが一つと、蛇石さんのものが一つ、あとちなみにどんな名称の団体とか、そこからですか。社民と埼玉県連からすると、神田さん。高田氏と神田香織さん、それと、はい、私はずっと考えた分として、テストから個人で出しました。すみません、個人で出しました。堀口と申します。神田さんという方と堀口さんという方は個人のお名前で、そうです。埼玉の私は元厚生庁長の田島君と脱原発の首長の会のメンバーでもありまして、発言だけですけれども、いたしました。神田さんと堀口さんという方は埼玉の方ですか。そうです、はい。市町村とかってお伺いできますか。神田さんは埼玉市です。埼玉市、私も埼玉市です。高田市の方です。高田神田神田神田入国入りも通りっていう高田なんだで、私の芸能講談をやってらっしゃって、女性すればすぐ出てくると思います。有名な方です。はい、そんな方。埼玉でもやってます。市民の会というのはどういった方に構成されているか。一つは団体、一番最後見てもらうと分かるんですが、先ほど申し上げたように、とにかく
抗議しなければいけないということで、あの文を作ったのは埼玉県アウンドセンターの私が作りました。で、さまざまな団体の方、市民の方と呼びかけてですね、これを賛同を募ったということです。それが3000名を超えたということです。ネット、メーリングリストを使ったりだとか、あと SNS で発信、Facebook とか Twitter などの SNS で発信、それから、あとはリアルに知ってる人にこう持って回ったりとか、ファックスなどを使ってという、まあ、そういう手段で、メーリングリストがかなりいろんな、脱原発運動とか、それ以外のさまざまなメーリングリスト、いろんなメーリングリストでかなり回ってまして、それで全国、から本当に賛同が北海道から沖縄までというか、外国の方からも何年かカナダとかフランスとかフィリピンじゃないですか、ノルウェーとか、そういうちょっと細かい字ですけど見ていただければ分かると思うんですけど、外国の方、外国にお住まいの日本人の方からも賛同が来ています。そういう SNS で知ったという方が多いと思うんですけども、沖縄とか外国でも知り合いにして、あとヘアウンドセンターには市民の方だとか、いろんな団体がこんな問題が起きているので、どうするのかという問い合わせが何件も年末ありました。で、その方たちも訴えてこの講義を見てもらって賛同いただきました。今日はその議会上告に乗って、実際こう議長とか出てきているわけではないので、もしかしたらちょっとご覧になってほしいんですけど、何かその議会上告からですね、きちんと答える立場にないと思うので、渡したものについてはしっかりと議長に渡すという答えがありました。IWGの大下と申します。今回埼玉県以外からその原発立地の県のところから来てくださってるんですけども、その実際その県内での今回の埼玉県議会の採択 の反応といいますか、ちょっと詳しくそれぞれお尋ねしたいんですけども、よろしいでしょうか。反応ですか。反応ですね、はい。その埼玉県議会の意見書に対する反応ですか、はい、これはSNS 上で言えば本当に非常に厳しいものが多くて、先ほど小畑さんもおっしゃいましたけれども、埼玉がその処分場引き受けろという声は非常に多いです。で、原発を誘致しろという声もあるんですが、埼玉は海ないですから事実上原発作れませんから、ですから原発再稼働しろっていうんだったら、じゃあ核のゴミは全部引き受けるんだなとか、あと汚染土、その除染した汚染土なんかも全部埼玉が引き受けろとか、そういう声は非常に多いですし、何しろ恥ずかしい。それから先ほど竹本さんがおっしゃいましたけど、無知をさらけ出してるっていうのも、意見書自体に対するそのレベルの低さというものに対しても指摘する声も非常に多いです。このタイトルの世界最高水準というところからしても笑っちゃうような代物だっていうんで、もう本当に原発のことを何も知らない人がつなぎ合わせて書いたんじゃないかというような、本当にその低レベルを、あまりにもレベルの低さを笑う声が非常に多いですね。いやね、私大宮住んでたけど、埼玉来て35年ですよ。お前らか柏で菅井と言いますけど、いや本当にびっくりだね。こんなのがね、いや私も東京新聞の埼玉版でしか見てないんですけど、見てびっくりよ。それでまあ私の友人でみんなね、何やってる埼玉で、いや多分新聞記者の皆さんもちゃんと取材してなかった、東京新聞だけしか載りません。こんな重要な問題がね、もっと私皆さんにしっかりしてもらえないと思って、これ見てあれですけど、要望ですけど、県議会をきちんと監視してもらいたいと思うんですね。本当とんでもない。もう皆さんがもう問題言ってくれましたけど、まあ、私も原発まで50年もやってますけど、竹本さんと一緒ですけど、
考えられません。どうして埼玉の県議会が再稼働を進める、そういう検証を採択できるんですか。そんな立場がやばいです。こういうふうな感じを私はもっと、でもやっぱり知らされてない。私はやっぱり新聞やテレビのやっぱりその責任はあると思います。こういう重大な問題をマスコミ皆さんぜひね、県民に知らせてほしい。知らない人いっぱいいます。まだもしね、知ったらみんな怒りますよ。先ほど言いましたけど、その竹間さん言いましたけどね、新潟はだってその1年、一昨年の11月の10月、11月の選挙で、ね、それから今年の去年のね、参議院選挙でも、選挙でも、衆議院選挙でも、ね、みんな反対が勝ってるわけです。ご存知ですよ、皆さん。そういうことを踏まえているならば、こんな意見書出せないと思うんですよね。だから、ぜひ皆さんの批判的な精神を持って県議会を監視してもらいたい。切にお願いいたします。記者の方から質問。さっきの各あの被疑者の方に答えしてたんですけど、そうなんですね。失礼します。はい、じゃあお願いします。ちょっとあれなんで、やっぱり周辺僕自身の周辺のところでの反応だけで、全体的な確認というのはないんですけど。先ほど言ったのは、まあ、私はそう考えるという話になるんですけど、まあ、周辺ではやっぱりなんだこれはっていう反応が圧倒的にでありましたけど、一応ネットなんかでもそれ以来知ってから、こういうのが流れてるよっていう連絡は取り合っているわけですけど、今日参加するよってことも伝えてあるんですけど、まあ周辺だけです。けしからんっていう反応はですね、何かで全体的な意見を聴取したわけであります。私、日本民営になりました。ちょっとその地元の新聞でどこまでこの徳島県議会のことが記事になっているかというのは情報としては把握してないんですけれども、まあ、ありました。ないですよ。だから知らない人が結構多いんではないか。でやっぱりフェイスブックとかやってネット関係の人は分かってるけれども、一般の人は知らないっていうことなんではないでしょうか。ただ私がこれを聞いた時にはやっぱり無責任の一言ですよね。あまりにも無責任すぎます。はい、私は埼玉にいる友達が知って、それで私の方に連絡をいただいて、その時にヘビーさんの方からも連絡をいただいて、で本当に連絡をいただいた方々から、なんだこれはって、だったらもうその時もう完全に言いましたよね。最終処分場がないないない、だったら債務は大久保双葉かなんて言われてる話もあって、だったら埼玉で受けろよなと。埼玉で原発も受け入れて全部最終処分場も受け入れたらいいだろうって、自分が持ってないから、原発がないから、中間貯蔵施設が最終処分場関係ないから言ってんだろうと。これはそれは議員じゃないよねと、ものすごくやっぱり埼玉に避難してきた方々が怒ってるっていうことを言ってました。私の周辺で起きたことを言います。この時期っていうか12月22日が決議、それでですね、その間何があったかみたいなことを言うとですね、今話題になった処分場の説明会のやらせ、 お金配って学生動員してたなんていう話が出てきたり、そういうタイミングで今回のやつが出て、決議が出てくるわけです。でその決議の内容は、その処分場の話はですね、核燃料サイクルが回らない、その一番象徴的な出来事が、コレベル処分場なんですが、あんまり知られていないのが使用済み燃料がもう満杯になっている。これどこでもそうなんです。でそれをその関西電力が青森に持ってくないという話が、これから正月の話です。こういう行き詰まった話がいっぱいある中で、ともかく原発を知らない人が
こんなことを言っている、しかしその裏に何があるんだろうかっていうことを考えた時に、もう相手方は八方塞がり、特にあの東京電力は柏崎刈羽以外に動かせる原発はないわけです。ところがそれは新潟県がきちっとしている限り動かせる見通しがないわけです。そういう中で対立軸を作るために仕掛けられた仕組みなのかなというふうな話を、正月っていうのは親戚を回る時期、あの友達も帰ってくる時期、それから原発の相談は1日おきぐらいにやってるわけですが、一体これは何だっていう話は結構あの仲間内では出ていますが、一般的にはあんまり知られていないこと、あのまたこういうヘマをやったかみたいな程度にしか、あの私の周りではあの情報は流れていません。だからその原発に関心を持っているごく一部の人がひどいことをまたやったねって、あの要するにやらせだとかですね、東電で言えば防火壁に穴開けたまま放ったらかしておくなっていうのが新潟ではこの間問題になっているんですが、そういう次々と起きてくるヘマのうちの一つっていう程度にしか持っていないけれども、裏はやっぱり知らないうちに、あの埼玉県民の関心が低いうちにその県民の世論は最下位だっていうようなあのキャンペーンを張っていくための仕掛けなんだろうというふうに思います。それぐらいしかもう彼らがやることは残されていないんだろうと思うんです。ですからそういう仕掛けられた今度埼玉の良識ある人たちがどういうふうな反撃をするかっていうのを楽しみに見守っているというところです。終わり？ここに。